まあでも言わなくね、インポスターだったらスキップになればよかったなって言わなくね。うん、まあ切る意味ねえな。盤面詰まるだろうから切ったけど。ミサイルジーンはやだ、ミサイルジーンはやだ。アイボーン、アイボーン、いいボタン、アイボーン、ボーン、停電直したかった、はい、ガンボ、はい、停電直したかった。これあんま言いたくないんだけど、停電直したかったか、停電直したかったって言ったんかってことだ。誰直したかったんやったらボタンのとこおるな、はいはいはい、あると。ウレちゃんダメプーよ、ウレちゃんダメプーよ。途中キカキカ、ナイスキル、これシェフですよね、マントさん。はい、バイタル情報あります。あ、はいはいはい、でもエレキで見つけですか？ああ、ごめん、いいよ、吉沢さんから。バイタルで6秒前には死んでました。はいはいはい。はい。はい。マントさん。あ、ごめんなさい、エレキの6番と5番の境目です。あ、そんな違う。はい。四つは、あ、まあいいや、はい。6秒前ですよね。はい、もうすでに死んでました。うん、はい、じゃあおそらく千野ちゃんは無理です。あ、もし、ありがとうございます。無理じゃないですか？武器庫から武器庫ですれ違いましたよね。あ、誰も見てない気がしました。ありがとうございます。ぬぬ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 。武器庫の真ん中ですれ違ってるから多分無理だと思います。エレキ結構いた認識だったんですけど。はい、誰ですか？いた人は、じゃあ。僕8秒前にエレキにいて、サンシアさんがアスタリスクのところに入って、僕がやって後続でなんか出てきたんで、あ、ずっとアスタリスクにいたんだなと思いながらメインに上がって除染です。除染 20% ぐらいだったんで。6秒前に死んで、6秒前には死んでた、2は死んでた。はい、他の人。はい、のすけセキュリティです。声が怪しい。声が、他は、他は、あ、他のアーカイブです。テラゾーセンター。ラウンジの扉開けた人誰ですか？トイレの扉バン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 って開けた人、それかきさん？あ、僕です。あ、その人無理だと思います。おお。どこにセンターがいたのか見てません。どこですか？右か2番目です。あと四つ葉さんから診察から僕は上に上がったのを見てくれてる派ですね。はい。センターテラゾーの順で上に上がるのを見ています。ああ、そうなんだ。トイレの中にいたんだ。俺がセンターのとこだけ開けなかったってこと？あ、いいんじゃないですか。閉まった状態。ヨツハさんからもう半分白出てるみたいなもんなんで。アルトネロは？アルト君は？俺、展望デッキ。ネロちゃんは、センロさん。ネロちゃん、キッチン脇は見てる俺も。あら、ネロちゃん、シャンスじゃあ、左？ネロちゃん、左？左です。ロードやって、バーガー行って、ノスケさんしかいなくね。ハンノス、ハンノス。俺かノスケさん だけじゃん。ハンノスだ。全部正しいならね。めっちゃやるなと思うの。はい、にゃん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 。うん、まあ次のターンかな。構造によるな、エレキの。はい、いいボタンだわ。すごい。はい、パン君ってどっから来た今？弁当に見せかけて赤いブから来ました。え、これって、カキさんがアーカイブにいるっていうのは誰かこう証明ができますか？赤、黄色、緑。あ、できないですよ、できない。
できないのは僕はノスケ、寺戸さんにしか白出せないです。一応、まあ、さっきのターン、下が開いてて、忘れちゃいそう、右、左が閉まってるっていうのがあったけど、まあ、書いてみな、チャットに。寺蔵さんって四つあとすれ違った記憶ありますか？ありますよ。あの時ってキルコールって開けてたと思いますか？開けてないと思いますよ。僕エレクトリカルで今日前がどうしても腑に落ちないんだよ。ほら。ね、よっちゃんと俺キッチンですれ違ってるはずで。キッチンにはいないかも。いないです。すれ違う人かも。ネロちゃんさんちゃう？ネロちゃんか。ピンピンだから。ネロちゃんじゃない？じゃあごめん、大丈夫だ。はい、貨物の方。ネロちゃんから見てますか、アルトさん。バーガータスクのところから武器庫に抜けたときに誰かすれ違ってると思うんで、それがアルトさんだったか、それがネロちゃんか、アルトさんだったかセンちゃんだったか分かんなかったんだけど、センちゃん武器庫にいたからアルトさんかも、ね、じゃあ納得しました。大丈夫です、うん、いいよ。アルトさんのセルフってないの？ある。あったとしたら寝かせて戻ってきてることになるね、うつはさん視点での情報を踏まえて、うん、かきさんが弾けてないのが今違和感あるんですよね、皆さんの中で。かきさんって私は弾けてないと思ってるよ。アーカイブ、アーカイブって、まあ、ちょっと議論的な話やと、なんかのすけさんが黒い位置広げてるように見えるんで、すごい人外だなって感じます。はい、まさか。かきさんが、みんながかきさんがキルしたと思うルートってどうですかね。僕エレキのアスタリスクに置いて987メインホール除染っていうルートなんで、カキさんが気流できる方法がないかなと思ってます。そもそもアーカイブにいなくてメインホールとかの暗室とかにいるんだったらできるくないですか？パン君が抜ける前に抜けたパターンじゃない？その切って、うん、カキさん抜け、うん、パン君抜け、除染終わりじゃない？でもその間って多分2秒しかないんですよね。6秒前のキルなんだったら、うん、僕が8秒前にすれ違ってるんで、僕とすれ違って2秒で殺されてるんで、うん、じゃあ6秒前が間違ってんじゃない？うん、そうよ、よっ、おぉ、セリフ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 、まあでもね、セリフ使用して切られてるから、切られる可能性もあるからね、インポスターから。うんうん、そうだよね。上腹スボタン、うん、じゃあちょっと待って、投票払います。僕が入れてますごめんなさい。入れました。秋も入れてます。これとスキップ、ありがとうございます。私もスキップに入れてる。でも間に合ってないかもしれない。もう一回教えて。皆さん間に合ってまい。3票誰？まず寺蔵、寺蔵書きセンター、寺書きセンターで、うん、書きさんに僕は入れちゃいました、なんとなく。うんうん、でも寺線は分かるけどね、2人で白寺取り合ってる位置から入れるのあれだけど、うん、書きさんもまあいいんですか、疑ってたから。よかったから助けに入れる。うん、うん、のすけさんが本当に容疑者に入らないっていうのも、パン君の言ってることなんとなく納得できたか。でもパン君視点きつくなったね、のすけさんがセリフなら。セリフなんだったら、もうサントス四つ葉のラインしかないですね、うん、僕目線は。うん、柿さんは、うん、多分入れないと思ってるので、うん、うん、だからもう僕間に挟んでもいいんで、サントスさんと四つ葉さんまで釣ってほしいなっていう感じです。なるほどなるほど。違うかな、どうなんだろう、無理。僕は僕は普通にのすけさんだと思ってたんですけど、うん、自然だと思いますよ。うん、セリフなんだったら、うん、なんかそのもうライン疑うしかなくなってきたっていう状況です。あ、柿さんはもう弾く、さっきのその時間情報の跳ねて時間で弾いちゃおうかなって思います。まあ審査、あ、弾きます。お、んー、パンコンマット柿さんインポスターないですか？ある。そっちめ、サントスさんの発見状況ってエレキ入ってすぐ発見なの？エレキ入っても1秒ぐらいで発見です。さっきも言ったように、バイタル側から入って6、5の間くらいだったんで、レポートは光ったんですけど、探すのにちょっと1秒くらいは探したんで、まあ入って1秒強ぐらいで見つけたと思っている認識で大丈夫です。まあローラーは始めた方がいい。サントスさん視点じゃあ4つはもう弾けないの？あ、っていうか、6秒前があって
ってるかは分かんないですけれども、キルには関わりなそう。来てるルートが、来てるルートがもともといたので、カキさんがやってる場合って多分僕は7、8、9通ってるんで1番、2番、3番とかにずっと隠れててって感じになると思います。 あマジずっと隠れてて5、6で切ってアーカイブにいましたっていう、かなり爆死打ってると思いますよ。シェリフが死んでもった、すまん。リプレイズと、あー、キルマチもギリ間に合うんだね。サンロラすることになるからちょっと響いかなと思ってキープしました。まあでもあののすけさん入れてる時点でもうそんなの聞かないか。出ました僕普通に。サントスさんだけ情報だけもう一回教えてほしくて、サントスさんがバイタル側から入ったんだよね。合ってる合ってる。で、予中がどこにいたんだっけ？バイタル前にいました。バイタル前にいて、6秒前には死んでるって言って、うん、バイタルをずっと見てる予中がいるんでしょ？そう。で、それを長く見た上で言ってるわけ？サントスさんって。一瞬確認しただけ？一瞬だよ。さっきも言った通り。じゃあ予中できる話になるよね。まあ、予中さんが、切ってる場合は全然できますよね、うん、その偽装は。うん、できるんだけれども、それを冒頭からずっと考えていたんだけども、離れないと思っちゃった。結構、下位置近いですよ、さっきも言ったように、バイタルからエリキに入ってすぐだったのに、まあ、それも達成だと思うけど、四葉さんが死んでるの確認してないのに、下位探しに行かないのも黒く思う。そう、それもそれで思うけど、もう2キル目の情報を洗いたくて探してるのかなとも思って。どっちにも取れるから悩んでる、うん、正直。だから白黒つけられないっていうのが実質です。やつは貨物側から言ってるので、サンシアさんがそもそも電気によることを把握してなかったです。うん、わかるな、はい、それは、うんうんうん、あ、さっき疑われてた線って、もしパン君カキのラインだった場合ってカキさんがマット目に見られてるんでしたっけ？いや、パン君のがマットに私は見えてます。マット、俺はコミサム直してるから。そうそうそう、カキさんはマットはないよっていうところは否定しとこうかなと思って。さっきのターンのコミサム直したのカキさんと、アントさんとが印象深かったって感じだったので、この2人のマット線はなくなったんで、つるんであればパン君の方がいいかなと思ってます。パン君よつかな、スティップ入れました。サンロラになっちゃうかなと思って。あー、止め、あー、サンロラだけど、でも 3人の中に二人外ヒットじゃないですか。パン君さん、あ、それは俺目線だけだ。そうそう、パン君さんですね。なるほど。パン君がマットだった場合、私とパン君が落とされちゃうと負けちゃうので。ネロちゃんって結局押してくれたんだけども、どっち派だっけ、なんだっけ、どっち派、パン君どっちを釣りたい、どっちを釣りたい、サントスパン君のどっち。どっちもいいんですけど、釣り始めるなら今のかなと思って押してるんですけど、うん、で、パン君が出るならパン君か、うん、いや、なんか腑に落ちないな。自動化するわ。ローラスキッ、自投票するの？自投票するんで、釣り切ってください。オッケーです。こんな範囲だ。ボタン行きます。うわー、俺で人外じゃないけどスキップ入れてんだけど、この票なかった。右行きます。パン君でいいのかな。釣り縄余裕がないからね。まあでもそれだったら最初からのすけさん入れるなって話。僕ずっとスキップしてるんだったら、その主張は成り立つけど。だったら入れるなって話なんですけど。はい、マッシュ。サンドスさんの疑い値って四つ葉さん、あ、最後は四つ葉さんだね。パン、パン四つ葉だと思うんですけど、四つ葉筆頭じゃないの？ね、さっきも言ったんだけども、バイタルに残り続けてたのを悩んでるんですけど、資料を取ってます、うん、サンドスさんからそこの疑いが、うん、いち早く、まあ、考えてたんだと思うんだけど、うん、出てこなかったところを見ると、俺はよっちゃんが、バイタル偽装をしてサンドスさんがキルしてるのをやってるから、そこを釣らないようにしてるのかなって思っちゃってるけど。なるほどね。どうですか、線もそっちに見えてました。全然伸びます。いや、だから俺釣るならサントスさんだと思ってる。あ、ごめんなさい。である場合はここで、ごめんなさい、サントス・ヨスさんのラインを疑っててってことだよね。
佐藤さんからの疑い値筆頭で四つ葉さんが出てこないのがやっぱり俺の中ではおかしいと思って、四つ葉マットで置いてますかそれって。佐藤さん側でインポスターだった場合は四つ葉さんはマットだと思います。もしくは相方インポスター。あ、インポスター、インポスター、じゃあそれリポートしなくないですか。ごめんなさいごめんなさい、インポスター、インポスターだったらここボタンを押す理由が全くないからと思うんですけど、だったら八つ葉さんはマットになるね。もしくは逆、サントスさんがマット、四つ葉さんがインポスター。初手、あ、ごめんなさい、四つ葉さんって直したあれある、ないです、ないです、初手も直してない。四つ葉さんは別に、うん、じゃあサントス四つ葉の欄にします。ここいや、わかんない。結局、うん、先にエレキにいたのとどっちになるの？時系列に。私はエレキ入ってないです。私は、かも、私は、診察のゴミ捨て捨てて、その後、四葉さんがいるところを目撃して見つけてます。だから、四葉さんの方が近いですよ。サントスさんは、私に入れてほしいです。私とサントスさんなのであれば。え？なんで？サントスさんだって、やって武器、貨物から来てるんですよね。あー、四つ葉入れてスキップになればよかったな。これどうなんだろう。パン、マジかー。ピッツリングボト信じます。私してサントスさんじゃないんですよ。あ、ちなみに柿さんはマット否定されます。うん。完全に。はい、うん。私視点はパン君マットの柿さんがインポスターかなと思っているので。いや。無理ですか？まあ、そうそう、いや、僕どっちかっていうとその繋がってるかなんだろう。与沢さんとサントスさんのその位置関係が抜けていたので、どっちかはエレキに行けるだろうっていう考えだったんですけど、どっちも同じ経路から来たっていうふうにお互い主張するんであれば、なんか逆にあの二人会のつながり感じるなと思いまして、議論聞いていて、なんか結局そのお互い黒出ししないところが結構黒いなと思っていて、別になんか広げるわけでもなく、あのそのパンの巣をずっと疑い続けてたのがサントスさんだと思っているので、うん、ローラーするなら僕は三頭さんから釣って四つ葉さんまで釣り切れで、それに関しては終わるかなと思ってます。いや、でも私しては2本残っちゃいます。ファンノスさんを3人釣ってんだからさ、人外は1釣れたっていう認識でいいんだよね。四つ葉さん目線ってのすけさんでっていう感じじゃなかったんですか？のすけがシェリフですよね、だって。そうってなって私してサンシアさん、サンシアさんシェリフだった時ってのすけ何でも言えるけど、そんなにリスキーなことします？もう釣られるって分かった後に。じゃあ四つ葉さん目線はもう柿さんは確定レベルなんですか？パン君マットの柿さんがほぼほぼインポスターだと思います。うん、そうなるんなら、まあなのでここの釣りは飲めないです。四つ葉釣るつもりないよ、うん、これテラゾーさんじゃねえか、残り後。お、なんで？まあちょっと守ってテラゾーさんってどこの要素ってことなの？テラゾーさんさっきセンターから白が出てます。テラゾーさんさっき、さっきスキップになればよかったなって言ったでしょ。もうちょっと議論したかったって認識でも OK？ パンのすけ、パン君で、人外が落ちてる、マットが落ちてたにしろ、インポスターが落ちてにしろ、釣れたっていう認識じゃないときついのかなと思って、その白目に見えてたっていうだけ。2回コミサボなってるから、割とその期間があったと思っていて、なんかテラゾーさんの議論が4つは構ってるのは何なの？じゃあ俺、だからなんだよ。4つはテラゾーで見てるってこと？4つテラーサントス、4つテラー固まりすぎ。おテラー、まあテラさんの気持ちもわかるけどね。まあでも言わなくね、インポスターだったらスキップになればよかったなって言わなくね。確かに怪しい発言ってのはわかるけど、どうなってんだろうな。釣りミスしてる気ですけど、シリフ釣ってる時点でな、結構クルーステン結構きついからな。
たが。うわ、死ぬんかい。マジか。アキさんはできないです。見た人いますか、アルトさんを。できないんだ。思う。いや、俺は、うん。もう一回お願いします。ごめんなさい、聞こえませんでした。あ、四葉さんは電気にいたのでできないと思います。その前に切ってきたらわかんないです。はい、四葉さんが電気にいた。僕は展望で停電直しました。僕アーカイブから昇降機右に行った時に、停電が直ったんでそのままアーカイブ戻ってます。はい、これ先端はボタン、はい、はい、2人ともミーティングにいます。アキさんと、アキさんと、はい、できないです。アキさん、ビビーじゃあ、あの吉田さんコード経路聞いてもいいですか。止まってくださいね、思い出します。最初とこは気だったな。かも電気のタスクをやった後に最後メインに上がって終わりなんですけど、うん、その前どこ行ったかな。貨物だった気がしなくもないです。なるほど。はい、すいません、ちょっと曖昧です。ちょっと僕タスクで終わる気がしません、正直。まだしません。インポスターは一連れたっていう認識の人いますか。連れてないっていう認識、一人も。はいはい、私は連れてないと思っています。パン君さんでもなく、パン君さんはマットで置いていたんですよ。パン君、うん、でもキルもあるか、まあ、なくはないんですけど、最悪パン君がマットの鍵先端があるのかなと今この盤面では思ってます。まあそうだよね、うん、そうね、あか、うん、いや鍵さん、まあ鍵さんマットは絶対ないんだけど、うん、まあ、切れるっちゃ切れるとは思う。でも白いんだよな、動きが。おお、鍵さん落とすタイプだな。キさん落とすとマットインポスター、あ、でも四葉さんしてはマット落ちてるのか。でもセンター目線カキさん絶対落とせないでしょ。うん、落とせない。僕は一郎だと思ってる。うん、じゃあ私してもパン君で落ちてれば一郎進行でいけます。いや、スキップタスク割ときついパン君で落ちてんじゃないかな、うん、じゃあスキップ入れました。あるけどな、俺最初のすけつったのはパンのすけで絶対落ちると思ったからのすけに入れてるから、うんうん、だからパンくんつった後サントスさん釣りたくなかったのはそれが理由です。わかります。何回疑われてたけど僕は逆にわかる、その気持ちは。っていうのもあってネロちゃんな気がすんだよな。共感位置みたいなやつな。インポスターで言わなくね、あんまりこういうの良くないのか。でもそういう要素を拾うしかないんだよな。あー、でも四つ葉さんから前野さんを弾けるか聞くべきだったな。え、拡散できないよね。まさかのミーティングスーパーキルとかないよね。うわー、素晴らしい。ナイスボタン。さあ、終わりました。いや、いいボタンだな。同じく。あやな、俺あと5個です。あと2個。あと5個です。申し訳ない。すいません。さっきのキルは、瀬名さんは安田さんを、まあ、ほぼほぼできないかもしれないけど、はじけはしないって感じ。はじけはしないって感じです。で、安田さんは瀬名さん。同じくです。出会う前に切っていたらわからないという感じです。最後の方は一緒にいました。はい。僕だけ浮いてますけど、うん、言ってることに共感できるって感じですね。他ダイの言ってること、ネロゾウさんの、うん、消去法的にネロちゃんかなって思ってるけど、アルトさんのキルでってことじゃなくて、お、そう、議論のってこと。いや、アルトさんのキルが、うん、なるほどね。でもアルトさんの一応四つ葉に行っていくと、パン君が殺しててカキさんに白を打ったとしても、カキさんとラインが繋がってない可能性は全然あると思ってるんですよ。パン君が自分の白を取りたいがためにカキさんに白を出したってだけな気もするので。あー、そんなことあるかないかな。
それないって言われたら俺柿さんを疑っちゃうんだけどだから柿さんを釣ってないんだよ俺。ハクンさんが黒だった場合は柿ネロになると思うし、柿ネロ、ネロちゃんかテラゾーさんだと思うし、四つ葉さんじゃない、サントさんが黒だった場合は四つ葉とあともう一人って感じになると思います、うんうん、ネロちゃんが人外だったらタスクで終わるんだからさ、うん、うん、それでいいと思います、ね、の進行で、うん、ごめんなさい、1個前は、先端も弾けるんですよね、カキさんからね。あ、僕目線は弾けない、先端さんが後から来たんでミーティングに了解です。あ、そうなんだ。まあ僕は割と四つ葉さんでロックしちゃってた部分はあるので正直、うん、ネロちゃん視点はトスあんまり打ってない。四つ葉さん今、うん、四つ葉さんとすで追ってました僕は。ずっと2インポストだったら今のターンで終わってると思うな、うん、そうなんですよ。てか1人は死んでると思うな。うん、だから僕は三刀さんで落ちてる認識です。で四つ葉さんとうん、なるほど。消去法だからなメロちゃんっていうのは。いや、わかんねえ。でも、寺田さんではない気がする。まあ、確かに表推理では、まあ、怪しまれるのは仕方ないと思うけど。いや、わかんねえ。全ちゃん。マジ消去法でしかねえ。雑な、しかも。くれた。マジ？うわあ、ネロちゃんなの？ネロちゃんなの？でもタスクで勝てそう。マジか。じゃあタスクで勝てるんじゃない？ネロちゃんが人間。タスクで勝てんじゃない？うん、俺もスキップだよ。どうだかねえ。じゃあスキップします。ええ、スキップしかないっすよ。スキップします。ネロ四つがマットインポスターね。よかった。そうね。あ、だって俺タスク終わってるよ。アントスさんインポスターですよ。僕の相方ですよ。アントスさんなんだ。じゃあ、あとタスク終わってないのって誰なんだろう。死んだ人かな。死んだ人だから、線のセンターのどっちかじゃない。30秒逃げれば勝ちだろ。頑張ってくれ。じゃあ。あ、でも、ほらほら。頑張れ、ネロちゃん。頑張れ、ネロちゃん。逃げるぞ、ネロちゃん。どっちなんだ、アドミンが使える方なのか。どっちなんだ。大丈夫、大丈夫。はしごチェイスで大丈夫だろ。いける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 ナイスアイト。いやー、サントスさんかー、すごいなー。でも神試合だ。よく打ったね、あそこ、ごめん、俺全然足手まといだったわ、申し訳ない。いやー、すごい気持ちわかりました。マットなの分かってぶん殴りまくってたもん。いや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 、ネロちゃん、議論が狂やったからな。テロゴさんに行くと白かったわ、ネロちゃん、白かった。異常なんか、寺田さん、なんかでもインポスターだったらなんか相当ポンコですけど、なんかスキップすればよかったってその場で言ったりして。いや、そうそうそう。ポンコツ。いや、もう諦めたんかな。あ、作戦通り。それで白とのズルだ。ズルじゃないよ。それ。まあまあ、共感できたって感じです。インポスターの感想ですね、所詮。様子はかなり薄かったですけどね、全員。いつ使用すればよかったやろ。パン君じゃないと思ってたから、あのそう、先に柿さんの方とか周り歩いたかったよね。使用するんだったらあれかな、あのまさかって言ったところで使用するべきだ。そうね、まさかまさか、まさかすごい怪しかった。あそこだ、あそこかもしれない。いや、まああれスキップ入れればよかった、申し訳ない。
いやいやいや、ごめん。遅れちゃったわ、普通に。なんか、ぼーっとしてたら、普通に。なんなら、イリアさん全員クルーやったからな。確かに。クルーの総意で釣られたから、俺。しゃあない、もう。文句言われへん。死亡タイミングもじゃあ、偽ってたのかな ?1 秒前ですよ、1秒前、1秒前。だって、キルクル、キルクル多分開けてないっすよ、6秒前。うん。そう。またやっちゃった。またやっちゃった、適当な。多分開けてない。適当な犠牲やっちゃった。あれやったら、開けてたと思う。俺、ギリギリ開けてたと思うから。俺目線、直近キルはあったんやけど、パン君が絶対すれ違うだと思ったよ、俺がセキュリティで蓋してるから。あれ、うん、そうそう、パン君がパン君が切ってるか、パン君が白の場合は犯人とすれ違うと思うから、うん、そう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 、バイタル経由だったらまあそっか、すれ違いそうだ、三者三者、面白かった、うん、面白い試合やった、まあ、投票意識がね、あれでロスケをつっちゃったね。まあまあ、いや、いいと思いますよ、6票しか入ってない。